はい、このね、畑の違いですけどね、吹き畑だった場所はこんな感じでね、冬今、吹きの葉っぱが枯れる。これ大きい葉っぱ、もう手のひらよりも大きい葉っぱだったし、もう枯れてんねん、こんなになってますけど。で、この地面の下、もう今この他にね、本来ならばここにいっぱいね、草が、まあ枯れたにしろ、あるはずなんですよ。ないんですよ。ないのは、この吹きたちがどんどんね、勢力をもう、どんどんこの部分覆っちゃってるんで、他の草がなかなかね、出てこれない。生えようがないっていうね。で、この下ほじくるとこうやってね、まあ、今ちょっとなかなか出しづらいですけど、こういう、ちょっと見にくいですよね。こういうのが。これ、根っこじゃなくて、吹きの地下茎、茎なんですよね。茎とか芽だったりするんですよ。これ横にズン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 こうね、茎を土の中にこう、で、その下に根をどんどん伸ばしていって、横にどん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 、それで勢力拡大していくっていうね。この中全部今もう吹き畑になっちゃってたんで、で、それをちょっとね、なるべく全滅はできないように抑えようと思って、調整をして、こうやってね、地下茎を取り出して、でね、再生を遅らせるような形にして、徐々にね、まあ、緑肥で草だったりとか、あと野菜がね、優先するような形の、場所にしていこうというので、今、取り出してたところです。はい。そんなね、好みでした。はい。地味な作業なんですけど、めちゃめちゃシュールなんですけどね。手作業でやってるんで、ポイって、ね、場外にこう出していくっていう、そんなことしてました。はい。ここね、資本経験にも使える、また野菜としてね、販売できる、そういった場所にしていくと思ってますんで、また追ってご報告いたします。久しぶりの畑でした。